では P ラインとリーダーの接続方法を説明します。ヒラメ、シーバス、アオリイカなどキャストをする釣りではリーダーの長さは狙う魚のエラ、ヒレなどの触れる部分の範囲をカバーできる長さで基本的には問題ありません。今からご紹介するリーダーの接続方法は結びコブができます。ただしリーダーの長さも80センチ程度で構いませんので、結びコブがガイドの外にある状態でキャストをすればトラブルもありません。現場でできるこの簡単な接続方法をぜひマスターしてください。簡単ですよ。石黒式ノーネームノットの縛り方を説明します。赤色のロープを P ライン、白いロープをショックリーダーと見立ててください。 P ラインの先端を20センチほど折り返して5回から6回内掛け結びで輪っかを作ります。次にショックリーダーを8の字結びで結びコブを作ります。できた8の字結びに P ラインを通していきます。まず下から上に P ラインの先端を抜きます。続いて上から下に P ラインの先端を抜きます。抜いた先端でもう一度内掛け結びで5回から6回の結びコブを作ります。それぞれの結びコブができたら締め上げてコブをくっつけます。3つのコブが締まったら完成になりますので、最後に P ラインの輪の先端とショックリーダーの切り口、 P ラインの切り口の糸をカットしたら完成になります。内掛け結びだけでできてしまう簡単な P ラインとショックリーダーの結び方を説明します。赤色のロープをP ライン、白色のロープをショックリーダーと見立ててください。まず P ラインの先端を25センチほど折り返して内掛け結びで5回から6回の輪を作ります。続いてショックリーダーを沿わせた状態で PE ラインでできた輪の先端を使い、同じく内掛け結び5回から6回で結びコブを作ります。続いてショックリーダーの先端で内掛け結びで3回から4回の結びコブを作ります。ここでできた2つのコブを左右に引っ張って接続します。
接続が確認できたら PE ラインの先端部分の輪、ショックリーダーの切り口、P ラインの切り口の3箇所をカットして完了になります。では一般的なノーネームノットの縛り方を説明します。赤色の紐を P ライン、白色の紐をショックリーダーと見立ててください。まずショックリーダーで8の字のコブを作ります。できた8の字のコブの輪の中に P ラインの先端を下から上、上から下の順番で通します。通したら P ラインの先端でチョックリーダーに8回巻きつけていきます。巻きつけたら同じ回数を巻き返していきます。巻き返したら最初に通した8の字の輪の中に同じように下から上、上から下の順で P ラインの先端を通します。この状態で軽く締め込みます。締め込みが完了したら PE ラインの先端でショックリーダーと P ラインの本線に対してハーフヒッチで締め込んでいきます。ハーフヒッチを10回程度やったら余分な部分をハサミでカットしてノーネームノットの完成となります。